お願いします。スライダーポーズ。最強イケメンの一角、佐藤健。井上真央さんとの TBS 金曜ドラマ100万回言えばよかった、こちらもね楽しみであります。そんな彼が良い作品についてこんなことを言っていたのが印象的でした。美術作家の奈良さんとの対談、 NHK スイッチインタビュー、この中で大変に深い言霊たくさん発せられましたけれども、ドラマや映画などたくさんねご活躍されている佐藤さん、どうやって自分を見失わずに表現していくのか、前提として僕たちの仕事って絶対に一人じゃたどり着けないことをやってる、スタッフの笑顔がめちゃくちゃエネルギーになったり、自分の中から湧き上がってくるものよりもみんなからもらうものがやっぱり強い、それをもらって溢れ出てくる感情とか芝居の方が強い。さらにいい作品っていうのは最終回を迎えた時にファンが寂しいって言うんですよ。そこまで持っていけたらいい作品かなって思います。なるほど、確かに上白石萌音さんとの TBS 火曜ドラマ恋は続くよどこまで、恋続、この最終回の時もねとても寂しかったですね、ロスになりました。ちなみにこの記事をやらせていただいている当日、まず沸騰ワード、こちらで上白石萌音さん出て、でその後金曜ドラマ TBS 100万回言えばよかったで佐藤健さん、そして風景の足跡、こちらで上白石萌音さんのナレーションというね形になっておりますけど、こんなね流れもとてもいいんですけどね。で佐藤さん、金ドラ100万回言えばよかったについてすごい泣きました、台本の段階から、そしていろんな角度から魅力があるなと、ミステリー、恋愛もの、胸キュンあり、コミカル、感動、さまざまな魅力があると。でとにかくね深いというふうにねうなるようなお話いっぱいあったんですけども、ちなみに佐藤さん台本はあんまり気にしないと、自然に出る言葉を喋ればいい、ただただその場に存在したい、臨場感を大切にしたいというようなこともねおっしゃってました。あとネットフリックスファーストラブ初恋、こちらのこともねお話しされてまして、共演した満島ひかりさんすごいというようなねこともおっしゃってまして、まあちょっとねこの辺は記事をご覧いただきたいなというふうに思うんですけども、あまりにも深い最強イケメン、お願いします。失礼します。